皆さんおはようございます。エペボーチャンネルです。本日は12月8日日曜日、明日からの新たな1週間に向けて、本日1日は音楽三昧のゆったりとした素晴らしい休日をお過ごしいただきたいと思います。さて、昨日ツイッターでご紹介させていただきました新規初投稿は、島根県太田市51歳竹です。5150さんからのね、ギター用のスイッチャーボードを投稿いただきました。誠にありがとうございます。一番右端にねあるのがね、このサンループのプログラマブルスイッチャーなんですけども、こちらでね制御しているのが、ずらっと並んだこの TC エレクトロニックのね、アナログシリーズ、ちょっとね筐体も大きめなんですよね。通常の TCL のね、サイズよりもですね一回り大きくてですね、さらにこうちょっと厚みもあってですね、でインプットアウトプットがね上部についているっていうですね特徴があるんですね。でなんといってもですね値段がものすごいお安いだいたいもう1万円以下なんですけど、歪み系だったらねもう5000円台、でモジュレーションとかね、ディレイ系とかで空間系で言うとですね6000円台ということでですね非常にお安いので、今回じゃじゃん58,590円ぐらいかなと思うんですけどもね、いずれ6万円前後でですねこれら組めてしまうというですねボードになっております。で今回ねコメントにあります通りね、チューブパイロットがアンプらしい音作りに貢献していますということでね、アンプサウンド、オーバードライブのねサウンドがお好きなのかなということでですね、マイページも拝見したらですねボンジョブって書いてある通りですね、ボンジョビのですね、コピーバンドされているということでね、 YouTube もねリンク貼っていただいておりまして、早速チャンネル登録させていただきつつですね、サウンドも聞かせていただきました。非常にねヒット曲満載でですね、おじさんたちはぜひ見ていただきたいですし、若い人たちもねエフェボーディさんの世代40代50代のおじさんたち、どんな洋楽聴いていたのかねすぐ、お分かりいただけると思います。サウンドの方もね素晴らしい、ボーカルも素晴らしいということでですね、ぜひともね皆様方、ご覧いただきたいというふうに思います。マイギターの方もね公開いただいております。ということでね竹です、5150さん、バンド活動の方ね、頑張っていただきたいというふうに思います。大先輩がねこうやって頑張ってるの見て嬉しくなりますね。ありがとうございます。ということで TC エレクトロニックのね、このアナログシリーズ、ぜひともねまだ他にいっぱいシリーズ出てますので、注目なさっていただきたいと思います。ありがとうございました。あ、追加投稿新規投稿もお待ちしております。ありがとうございました。